中高時系木ウサギかメキシコウサギ属に分類されるウサギ類。本種の実でメキシコウサギ属を構成する。メキシコ東道長27から31.5センチメートル。尾長1.8から3.1センチメートル。体重380から600グラム。尾は短く、外観からは見えない。全身は短い体毛で密に覆われる。背面や側面は、 暗褐色覆面は単行褐色。磁次回は短く、丸みを帯び、長さ4から4.5センチメートル。獅子は短い。鎖骨と胸骨は融合する。出産直後の幼獣は体毛で覆われるが、目は開いていない。標高2800から4250メートルの火山にある下映えが密生した樹高20から30メートルの松林や、 半のキ類の林の周辺に生息する。白明寺や夜間に活動する。2から5頭の群れを形成して生活する。長さ5メートル、地中0.4メートルの出入り口が植物で覆われた、巣穴を掘って生活する。繁殖様式は体制。周年繁殖するが、主に夏季に繁殖する。妊娠期間は28から40日。4から9月に。 植物の根元に繁殖用の浅いくぼみを掘り、その中で1回に1から3頭の幼獣を産む。幼獣は、生後2週間は繁殖用の巣穴の中で過ごし、生後3週間になると、巣穴の外へ出て活動するようになる。都市開発や、農地開発、道路建設、花宝木、牧草のためのヒイレなどの生息地の破壊により、生息数が減少している。 法的に保護の対象とされ狩猟が禁止されているが、ウサギ科の多種を狩猟する際に誤って狩猟されることもあるなど思考は十分ではない。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。1997年の報告では、生息数は7,085頭と推定されている。日本では、恩師上野動物園で、 飼育例があり、2013年に東山道植物園で飼育例がある。日本では2014年に東山道植物園が飼育過繁殖に成功した。ありがとうございます。